ビーティーショー、はい、何よ何何よ。別になんか乗り気じゃないんだったらいいんだよ。乗り気ってそういうかな。乗り気じゃないんだったらいいんだよって。どうでもいいわよ。どうでもいいって何。え、何よ。何、飲んでいいとは言ってないでしょ。行くわよ。なんで。なんでって何。なんか無理してるんだからいいよ。だからいいわよ、行くわよ。始まっちゃえばね、すぐ終わるよ。始まっちゃえばね。本当に私のこともっと好きになってくれる。それお前、そのままで十分好きだって。じゃあ行かなくてもいい。いやだから俺を困らせんなよ。ごめん。お前だってその気になってたろ。だってその気になればあなた喜ぶでしょ。一応俺も研究したんだよ。本とか読んで全然違和感ないらしいから。全然。それって男がもみもみした時の話だよね。もみもみとか言うなよ。お前はそうじゃなくて、女の人がその装着した時の感想だよ。まあ、私はあなたが私のことをもっと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 好きになってくれればどうでもいいの。投げるになんだよな。なんかもうそのことばっか頭の中でぐるぐる回っちゃって。なんか大丈夫だよ、違和感ないから。違和感ってあるに決まってんじゃん。大丈夫らしいよ。だってねっか、お前だって巨乳になりたいって言ってただろ。巨乳ね、なりたいでしょ。なりたいね。そろそろ時間だし、大丈夫、絶対に。お母さんに電話した方がいいかな。いや、それはいいんじゃないか。それいいんじゃないかな。心配しないかな。大丈夫だよ、大丈夫。あなたがお母さんに電話してくれるといいんだけど。それはダメだよ。だって変だよ、それは。ああ、ダメダメ、おかしい。はい、ビーテン食。